最小首いただくぞ。俺たちの仕事は敵の食料と補給物資を焼き払うことだ。奇襲を仕掛け仕事が済んだら一目散に撤退する。援護はない。敵の夜襲に備えるためにこの作戦に避ける戦力はないそうだ。け、腰抜けどもめ。顔色一つ変えない。それだけグリフィスを信頼してるってことか。今回のしんがりはガッツ、お前にやってもらう。骨の折れる仕事だ。敵を牽制して味方の逃走を助けるんだ。死ぬ確率も高い。やれるか。命令だろ。そうだ。グリフィス、試す気だな。これで奴も終わりだぜ。危険な仕事とはいえ、こんな重要な役目、あいつを試すだけにやらせたりしない。グリフィスはあいつを信頼している。敵もまさかこんなところから奇襲を仕掛けてくるとは思わないだろう。それにこの風、行軍の音を消してくれる。しかも敵の背後から仕掛けるなら風上から火を放つことになる。全て計算のうちってわけか。放て！夜襲だ！敵が後ろから。敵に構うな！一気に突破しろ！脱出する！調子に乗んなよ。
さすがだな。ここからは俺の仕事だ。とっとと行け。わけにはいかないな。敵を下がれ。
強すぎる。よく生き残ったな、小僧。見直したぜ。グリフィスが見込んだだけのことはあるな。こんなところで何やってんのよ。来いよ、飲もうぜ。俺はいい。あのガッツさん、さっきはありがとう。おかげで命拾いしました。俺尊敬しちゃいます。あんなすごい戦いぶり、グリフィスさん以外に見たことないですよ。俺はただ自分の仕事をやっただけだ。礼を言われる筋合いはねえよ。照れるな。よし、クソ生意気な新入りに乾杯。ガッツ、百年戦争って知ってるよな。ああ、なんとなくは。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう、百年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせず、よくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食いぶちに困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。しかし、なんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。